足のチャンネルにようこそ。今回は青い目の猫の毛並みの描き方について紹介します。黒さが群を抜くカーボン鉛筆を使用しました。使用したのは HB2B4B8B の4本です。まずはじめに HB で猫の毛並みの線を描きます。線に沿って鉄筆でへこみをつけます。こちらがへこみの状態です。毛並みの線を描き、鉄筆でへこみをつけ、その上から濃度の違う鉛筆で描いていきます。しばらくはその作業の繰り返しになります。どうぞタイムラプスでご覧ください。4B の鉛筆の芯をナイフで削って粉にします。そしてこの粉をこのように小筆につけて背景のぼかしにします。猫の口元の柔らかい毛を表現するのに殺筆を使いました。全体の濃淡調整を行っていきます。
鉄筆でへこみをつけた猫のひげをさらに白く見せるためにモノゼロ消しゴムを使います。前回の青い目の猫の目と鼻の描き方の続編として毛並みについて紹介しました。ご視聴ありがとうございました。